こんにちは、ダイスです。今回はドラクエモンスターズ3で、前回ちょっと使ってみた新しく育成した神様を入れたパーティーでランクマッチに行ってみたいと思います。今までだとスピンスライムとキラーマシン2ハデスナイトにプラスしてアルミラージュを連れて行っていたんですが、今回は回復役の神様を入れてこの4体でやってみたいと思います。まあ、結果どうなるかはちょっとわからないんですけど、とりあえずやってみようという感じです。やっほー。まあ、できればね、5000して1回ぐらいは勝ちたいなと思ってはいるんですけど、クイックバトルの結果がちょっと微妙だったので、そのあたりも加味して、立ち回りもね考えながら進めていこうと思います。よろしくお願いします。ということでやっていきたいと思います。いきなりビオラはちょっと発生してる。ハデスナイト、ナイトリッチ、ハーゴン、ホットライダー、いや、身代わり役がいない気がする。バイシオンかけてゴッドライダーから倒した方がいいのかな。なんかそんな感じしませんか。ゴッドライダーにとりあえず行くようにしておこうと思います。で、神様は甘い木、はい、これで一回やってみましょう。本当はね、身代わりをかけてから動いてもらった方がいいんですけど、あー、みんなミスか。ちょっと辛いですね。次はね、回復に神様回ってもらいます。これで、ゴッドライダー倒す。で、2回行動してくれてましたね、今。大丈夫？うわ、ギリギリや。ザオリック、あ、ハーゴンが持ってるんだ。やってしまった。2体体制だね。あー、やり直したい。でもちょっと辛いので、まあ、しょうがないですね。もう身代わり貼るしかないので、身代わり貼って、どうやって倒したらいいんだろう。ナイトリッチ、ハデスナイトからいきますか。じゃあ、ドラゴンだよね。ドラゴン切りでハデスナイトにじゃあ行くようにしましょう。で、神様はもうベホマズンで一回もう回復かけてもらう。ずっともう身代わり張ったんだよね。そっちにしか行かないから、まあ大丈夫でしょう。一発だったんだ。まあドラゴンちょっと危ないな、これ。ドラゴン切りがどっかで発動するはずなんですけど、どこに飛ぶんだろう。ハーゴンに飛ばすんだ。で、もう一回、はい。で、ハーゴンが残る。で、ザオリックどこかける。やっぱりハデスナイトかだと思ったんですよね。ってことは次のターンでハーゴンを倒さないといけないので、ハーゴン倒すのってどうやってやればいいんだろうな。身代わり貼っといた方がいい。いや、貼っとこう。身代わり貼って時間がない。ハデスナイトか。ハデスナイトって何使えばいいの、これ。いや、ちょっと微妙だな。いやー、そのままちょっとわかんない。何がいいんだろう。ハーゴンって、ハデスナイトはドラゴンですけど、ハーゴンってね、ハテナハテナハテナなんですよね。聞くものがどれか謎でした。あ、やばい、先手打たれてる。もう一回動け。ザオリックだよね、やると思いました。ですよね、私もそう思いましたよ。ってことはもう神様にザオリックで、キラーマシン2を戻してもらうしかないんで、こうやって。ハーゴンって何聞くんだろう。ちょっとわかんないんだよな。あ、電撃、わかんないけど、ギガブレイクしとく。わ、バーストかかった。やった、向こうもだった。ザオリク眠り攻撃、あ、いってるいってる。ギガブレイクがどこまで効くか。効かない。2回、効いた、ありがとうございました。これ一番最初のターンで気づけばよかったですよね。ザオリクハーゴに持たせてるパターン知らなかったです。よろしくお願いします。これはちょっとやばくないですか。悪いやついる。悪い棒になってる。悪い棒まずいって。ちょっと待ってくださいね。これはバイシオンがいいと思う。身代わり貼ると思うんですよね。なんでもうどうすればいい。ネタキン最初に悪い棒かな。任せよう。で、神様は
な、多分ね、寝せられると思うんですよね。キラーマジンガーを倒した方がいいのか、凍てつくハート下がるよね。そうだよね、身代わり張ると思ったんですよね。で、うわ、寝てる、眠い、あ、眠いみんな眠い、甘い息、はい、みんなを、ね、寝かしました。2体だけ今残ってる感じかな。これだけだったらいけますね。これだけだったらいける。で、神様が余ってるからどうするかですよね。どうしようかな。いや、特にないんだけど特にないんですけど、焼けつくしとこか。それしかないかな、やることがないツッコミ、あ、起きた。魔法トーンで呪文を封じられ、守りも全部あれですよ、サポート全部入れてる。いいな、癒しの雨全開じゃないですか。ゼロですよ、ゼロ。寝てるし起きないし、みんな。はいはい、麻痺麻痺つけるしかないんでね、起きないし起きることをしないので。神様はもう何もないので、ムカザルダンスかハッスルでしょう。これしかないんですよね。寝る、まあ、メタルキングは寝るんでね、いいんですけど、これさ、ずっと起きなきゃ動けなくないみんな起きないんだけど、麻痺もつくし起きないんだけどな、起きてくれないから、やることないんですけど、まあ、スピセラは確かにこの辺は打てるんですよね。息とか身代わりいる、いらない気がする。やっぱりブレイクじゃない、もうさせるしかないんじゃない。で、たけびとく、うーん、寝るかな、寝てもらおう。多分わたぼうがね、寝るんじゃないかと思うんですよね、ツッコミ。あ、まずい、甘い息。はい、またちょっと寝てもらって光の波動でまた起きるんだね。光の波動入れたいな、私も。動いてくれないんだもん甘い息。おー、ミスってるミスってる。しっぺ返して寝てもらう。で、麻痺終わる。キラーマシン2はさ、いつになったら起きるんだろうね。ピカブリック、ダメージ無効があるね。なるほど。ってことはもうおかわり張って、キラーマシン2はもう好きに動いてもらおうかな。神様は戻せないんですよね、今ね。呪文系がないから、何かをしてくれるはず。多分ね、回復系の何かを入れてくれると思うんですよ。何もできないので、皆さん封じられ中なんで、守りなの、自己守りしかしないの、この子。なんかね、ずっと終わらない気がする。多分1体ずつ倒して、多分ですけど1体ずつ倒して、そのジャッジで勝つパターンあるんですよね。これすごいと思います。身代わり張ったんで、これで倒れる。でもちょっとあれですね、ここになんとかしてもらうしかないんですよね。そうすると、どうすればいいんだろう。あ、でもやってもらうにしようかな。もうしょうがないですもんね。回復をもう入れるしかないんで、回復して、キラーマシンツはもう自由に動いてもらうことにします。無理大防御無理無理なんで、もう回復だけ入れてなんとかするしかないんで、しょうがないです。癒しの雨、もうだって全開ですよ多分向こう。でまた寝る。これすごいな。で、神様しかいないでしょ。でもう何もできないんですよね。困ったね。好きに動いてもらってももうしょうがないですもんね。
頑張れ。受け付け波動下がるよね。ツッコミ起きたね。刃砕き、攻撃、眠り攻撃、寝てない、甘い息、寝る、爆裂系、魔人斬り、会心なんだけど、星の贈り物です。神様だけかな。神様だけちょっとしっかり、あ、いけるようになってる。ザオリク飛ばそう。いや何がいいの。まあ一家好きにちょっとやってもらいます。無理なんで。もうねターンが多いすぎるので多分勝てはしないんですよ。でもどこまでいけるかがやりたいです。賢さも上がってるでしょ。ビフォーム、うわーめっちゃ回復してる。多分ね無傷ぐらいだと思うんですよね。もうなんでハデスナイト戻してなんとかするしかないので、あ落ちた落ちた。これでどこまでいけるかだと思う。え、ワタボーとかどうやって倒すんだろう。神様、神様、デフォマズかけとく。やることないんでラストターンですもんね。もうこれでなんとかするしかないです。バーストがかかる、向こうもかかる。ラブリー、ラブリーだ。危ない危ない危ない。光の波動頑張れ。大防御でしょ。そこも全然守りでしょ。あ、もう最後のターンだから守りに入ってますね。すごいな。もう何にもできないともうみんな守るから。わ、これすごい、真似したい。これ真似したいですね。すごくすごいと思う。素晴らしいですよ。だって絶対落ちないもん。ありがとうございます。でファイナルラウンドです。これでどこまでいけるかなんですけど、なんだろうね。何もすることないんだよな神様って特に何もすることないんですよね。まあ、全体にしてキラーマシン2にも頑張ってもらうしかないので好きに動いてもらいます。もう多分守りでもうあんまり入らないようにして逃げられますもんね。これでそれは私もわかる。 2,3 ターンこのまま多分逃げられちゃうんですよね。ね、眠り攻撃入れてあっちからの攻撃さえ無効にすればいけるんで、わ、これすごいな。ありがとうございました。これは本当にすごい、真似したい。ジャッジで絶対負けますもんね。いいな、これすごいと思います。ありがとうございました。めっちゃ勉強になりますね。私が負けるだと、よろしくお願いしますケマさんだ、ケマさんいる。さあどうしよう。いや、ワルボーか。ワルボーね倒したいですよね。さっきもね出ていらっしゃったのでそこは倒したいな。スピスラーが多分ね身代わりとか同じような使い方をすると思うのでこれでやりたいですが、スライム叩きにしよっか。スピスラを一回落としましょう。まあね、で全体攻撃したいな。全体攻撃してバイシオンだった。一緒のやり方ですね。マダンテ、いやマダンテ系なのか。なるほど、お前お前一人だけか。毎回一人だけなんですよね。これやらないようにしたいな。あなたサポートなんだよお前さん神様はなんかね自分だけなんとかしようとするの本当にやめてほしいんですが。ガイア、いけましたね。ガイア強いんですよね。どうしてもねこれされるとね辛いんで、もうしょうがないですね。身代わりしてザオリクでこっち戻すしかないかな。はい、いてつく波動、身代わり、向こうも身代わりね。大丈夫ですよ、攻撃しないんで。みんな身代わり張ってる。でもこのまま逃げ終わったら2体倒してるので終わりますもんね。それはね分かります。よし999、
2。これはもう無理だよ。暴走はね、無理無理。じゃあ神様にベホマズってもらって、キラーマシン2に何しようかね。何がいいんだろうね。サミダレ？いや、なんでもいいや。なんかやってもらおう。なんでも大丈夫です。もうね、無理だと思うんで。身代わり貼られるし。どっちに飛ぶかもわかんないですからね、こうなってくると。なんで、回復だけもかけてしまって、魔人斬りいってるんだ。で、2回攻撃ね。はい、ワルボーが落ちる。根に持つタイプ。もうね、これはしょうがないんですよね。で、多分また落ちるんですよ。ね。で、神様が残るけど、残るけど、もうね、辛いと思う。残るけどですよね。戻すか。多分ね、戻せると思うんですよね。身代わりだし。で、ゲマさんはもう攻撃してくるので、もう一回動いてくれればいける。あ、ダメか。終わったね。二回行動ですもんね。うわ、ゲマさん、すごい面白いな。ありがとうございます。ワルボー最近会うんですよね。すごい。ありがとうございました。もう一回だ。ちょっともう一回やってみてもいいかな。違うパターンしてみたいんですよね。違うパターンでちょっとやってみよう。ゲマって何が通るんだろう。みんな闇系？ちょっとわかんないんで、いろいろやってもらおう。凍てつく波動、闇の波動をかけて、焼けつく、息か焼けつくをちゃんとやってくれ、神様よ。ちょっとね、いろいろやってみたいんですよね。なのでもう一回、あ、こらこらすごいな。闇の波動で下げて、嫌がらせで戻されますね。でも大丈夫です。嫌がらせ効果でちゃんと刃ボディ戻ってきても回復はね、ちょっと入ってる。なんでいつも守りなんだろう。回復入れてほしいんですけど。やっぱりちゃんとやってあげなきゃダメなのかな。でね、荷物タイプで休みは入るけど、もういいことにします。ね、これだけね、なんとかなればいけるんじゃないかと思っちゃうんですよね。2回。やっぱりこれで落ちるんですよね。これが多分問題なんだよね、きっと。で、身代わり、ザオリクで今度こっちを上げてみようか。スピンスライムが今、呪文が聞けないんですよね。なんで、うまくね、いければいいんですよ。よし。で、神様は持つ。あ、ダメージ無効、ありがとうございます。はい。で、ハデスナイトか、何をすればいい。スライム叩きしても無理ですよね。ゲマ倒さないといけないから。ちょっと待って、ゲマって何が効くの。氷系とか、なんかそんな感じだった気がするんだけどな。まあ、なんかやってもらおう。で、神様はもうベホマツで、何？サミダレ。ちょっとわかんないから、サミダレにしちゃった。あ、バーストかかった。身代わりも絶対貼られるのをわかってるので、しょうがないんですよね。頑張れ！サミダレ。もう一回。OK。で、これで、神様が落ちないはずなんですよ。もう一回どこに飛ぶかですか。神様飛んじゃったか。さてさて、どうする。ゲマをどうやって倒すかだけど、まあやってもらうしかないかな。もう一回、あ、ミスこれ入ってたら違ったんじゃないですか、わかんないけど。ありがとうございます。さっきよりはいい勝負ができてよかったです。2回当たるとね、どうやってやったんだろうが分かりますからね。勉強になります。ありがとうございます。はい、ということで戻ってきました。結果として回復いるのかっていうところですよね。
あの良かったところは良かったですよ。多分動画だと、ピックアップする動画どれにしようかなって思って決めてないのでまだ何ともだなんですけど、ザオリックとかちゃんとあることによって良かった場面もね多かったです、多かったんですけど、そうだな、これね超回復 SP は確かに入れましたけど、お邪魔虫で良かったのかながちょっと微妙ですよね。あんまりね甘い息とか焼けつく系使わなかったんですよね。それだったら違う方がいいのかな、悪い効果を取るものがないんですよね今。悪い効果取ったりとか、あとハデスナイトは持ってるんですけど、闇の波動、凍てつく波動系が入ってるのを入れてもいいのかもしれないなってちょっと思いました。お邪魔虫がねあまり活躍しなかったかも。アルミラージだともうお邪魔虫スキルでガツガツやってく感じで、これがね使いやすいんですよね。あの一番最初に行動してくれるので使いやすかったんですけど、神様はお邪魔虫変えてもいいのかもしれないなってちょっと思いました。わかんないけど何入れればいいのかちょっと謎ですけど、そのあたり変えたらもうちょっとやりやすくはなるのかもしれないなとは思ってしまいました。はい、いやでも面白かったですいろんなねモンスター、あの好きな子をこう特化へ引っかえやって何が一番いいかは分かりませんが、どの形でやるのがいいのかなっていうのはやっぱり回してみないと謎なので、いろいろとね試してみたいなと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!